今ご紹介をいただきました日本国衆議院議員自民主党幹事長の二階俊博であります。この度アジア防災閣僚会議においてご挨拶の機会を得まして大変光栄に存じます。本会議実現のためにご尽力をいただきました国連国際防災戦略事務局およびインド政府および多くの関係者の皆様に心から敬意を表したいと思います。この度のアジア防災閣僚会議は昨年3月の第3回国連防災世界会議において採択された仙台防災枠組み2015-2030を推進するためのアジア地域における初めての会議となります。会議最終日の11月5日は昨年12月に国連総会において142カ国もの共同提案国のご協力をいただき全会一致で制定された初めての世界津波の日であります。インド太平洋に面する我々アジア諸国は津波をはじめ多くの自然災害にその脅威に常にさらされております。逆に言えば他の地域と比べて多くのつらい経験とそれを乗り越えてきたお互いの知見が蓄積されておるのであります。ここにお集まりの各国の防災分野のリーダーの皆さんが国際社会における議論を常にリードしてきていると私は確信をしております。我が国には今から150年以上前に浜口御陵という一人の村のリーダーが大地震の後には必ず津波が来るという伝統的知識によって村人を高台に誘導し多くの命を救うとともに村のより良い復興のために資材を投げ打って堤防を整備した稲村の日という逸話が残されています。津波をはじめ自然災害から命を守るためには早期警報システムや堤防等のインフラの整備をはじめ事前の防災投資が重要であることは言うまでもありませんが、何よりも大事なことは津波の恐ろしさやその対策について子どもたちをはじめ一人でも多くの人々に正しく理解してもらい一緒になって取り組むことが重要なのであります。我が国は今月末にインド太平洋アジアの諸国をはじめ世界中から250人の子どもたちを日本にご招待し津波世界津波の日
高校生サミット in 黒潮を開催する予定であります。子どもたちの防災への意識が高まれば必ずや将来の防災減災につながることは間違いありません。こうした取り組みを世界に広げるために、私は世界中の若き津波防災大使の皆さんと協力し、世界の人々や多くの尊い命を守るための挑戦を始めたいと思います。ここにお集まりの多くの有識者の皆さんのご協力をお願いし、世界の隅々にまで防災減災のお互いの知識を共有しながら、防災でによって一人でも多くの命を助けることができるように、皆さんのご協力をこの席から心からお願いをしてご挨拶とします。ありがとうございました。 Crores of countrymen, not only all of us here including myself, we believe that had Sardar Patel been the first Prime Minister of India, India would have been a different country today. That is the feeling of the millions of the people across the country.